にちは。こんにちは。今回はなんと、はい、ちょっとジェットコースター作りとちょっと離れますが、溶接機を新調しました、はい、半自動溶接って言って、はい、すごい簡単、うん、で電源オンオフもついてるし、うん、前のより安全、そうですね、前の 前回は高画面コンセント抜きよって、はい、で半自動溶接っていうのが、うん、こうあのいいすみません、はい、花粉がね出てるやろ、はい、これがニューってこう伸びてってビリビリビリってして、素人でも簡単で、生姜湯にはアーク溶接の10倍早かって言って、まあ、3万円ぐらいちょっと3万円ぐらいしたけど、はい、これにやり直して、これはめっちゃいいと思う。そうでショーに練習さ教えてもらって練習したけど、はい、早い。で児玉さんがメットも買いました。はい、児玉さんがこう。わあ、児玉さんが買いそうだよね。普段はね普通に見えると、はい、バチバチってなった瞬間切り替わって暗くなるっていう構成の。めちゃくちゃ。そうそう。ハイテクやね。ソーラーで電気貯めて、電気の力でバチってなった瞬間暗く切り替わるっていうハイテク。で今回この新調した溶接機で、はい、ちょっとジェットコースター一旦置いといて。はい。どうぞ。ロケットストーブってやつがなんか簡単に溶接で作れそうだったんで、はい、練習がてら作ってみようかなと思っております。はい、でロケットストーブっていうのは、うん、ちょっと、うん、見たらわかるなんかアウトドア用品ですね、はい、あのちょっと木を入れて火つけたら、はい、こう鉄のパイプからブワーって炎が上がるって、煙突効果を使って料理できる。要はなんか丸太で、要はあれや、丸太あったらさ、上から穴ほがして横から穴ほがして火つけたらこの穴からボーって出るやん、あれの鉄製を作る感じよね。なるほど。とりあえずあの調理用のアウトドアグッズを作るって感じです。はい、じゃあアタックお願いします。じゃあまず材料切り出していきます。はい、アタックに全て一任しております。材料がこの鉄と、鉄ともう設計も考えてるんだ。そうですね、一応煙突の部分が50ぐらい本体取って、あと残りでその下側を作るって感じ。すごい、やん釣りよか。なんかもう鉄の時代に本当になってきた件が鉄に進化したね、木の時代から縄文時代はもう過ぎとったか。過ぎたっすね。鉄拳一気に進んだな、時代は。四角いマフラーって見たことなかった。マフラー作れると考えたら。もとくちゃん溶接機買ってマフラーのことで頭いっぱいや。頭いっぱい、もう。もうあ、次 40? で、40にしたらここ繋げたら45度になるっすよね。ああ、なるほどね。100やけんが。ああ、なるほどね。うん、いやこの間実家に帰ったらね、ちょいちょいあのバイクの部品もあったっけ、うん、覚醒器とか出てきたんですよ。もうやっぱあの Z1 グランプリ出たかよね。出たかですね。もう溶接まで覚えたら Z1 出れるよ。何でも作れる。塗装もドクちゃんできる。銀色のラメに赤のキャンディーでファイヤーの入っとった。覚醒器で。でこれを切ります。はい、まず斜めにね、うん、角のハス切りちゃ見たことなかね。ハス切り？ハス切り。ハス切りって言うたよこれ。ハス切りね。ハス切りの。向かいのハスか。そう、あのそれこそ鉄の男杉本さんが、うん、マフラーハス切りやったやろ。これ多分出番がないけどいくらやろうかな。あ、これやります。やっぱりね、まっすぐ切らすとね、山口工務店さんの力の任せて、やっぱりハス切りはちょっと木から鉄に変わってもね、やっぱりまっすぐ切ったっけ。こうやって多分当てて、はい、あ、まっすぐ切るのは任せて、うん、切ります。はい、お願いします。使うところを削りたいね。はい、でもこれがこのままも煙突になるんですよ。こうしたそういうこと。はい、でここを溶接するって感じですね。じゃあもう溶接して良さそうね。で、あとはなんか斜めのところがあるんですよ。ここから出てる滝口、こっから多分燃料、あのちっちゃい枝を入れるところも作りたいんで、こっからちょっとまた切って、またこの半分をこっちにこう作る。そんな斜めにいける？また45度切ったら多分そのままカポって作る。全然分からんけん、やって。はい。とりあえずここ
こう切るっていうことよね。そうそうそう、この開けてね、こことこことここ、うんうん、全然分からない。よし、 OK です。じゃあまたカット。はい、カットします。カットはカットしましょう。はい。はいはい、切れました。はい、ナイス。ナイス。俺が切ったけどね。で、このままこれがまたここにちょっとこうやってつく感じですね。あ、へー、うん、はい、はい、どんぐらいがいいかな。こんぐらいかな。穴開け場じゃないぞ、その今置いてる、斜め置いてる。あ、そこもですね、はい、うんうんうん、ここも穴開けて完成形がそれで、はい、で、この辺で切ったら OK ですね。はい、みんな、この間のあの徳ちゃんと宗男くんの階段作りも上手やったしさ、うん、あたくんもやっぱ上がった後ですかね。上がったよ、レベルが。やっぱ上がってからじゃないと鉄にはいけんけど、ね、やっとあの木の経験貯めて、はい、鉄に移行できるとこまで溜まったけどね、はい、鉄がこう溜まっていったら次石、石に。そうですね。石が一番難しい。石が一番難しい。流れば見てばらんばいかんけどね。ちょっと上がる。よし、はい、一旦部品は切り終わったとかな、はい、切り終わりましたです。はい、あとまたこここの煙、あ、ちょっと切らんばいかんですけど、煙突のところにね、こうやって出して、この上にあの鉄板とかを置けることの台は後でちょっと切りますね。はい、置いと、あとこうやって切った後危ないのでバリ取りもちょっとしていきます。はい、ちなみにどうせ溶接するから大丈夫とかないのかな。溶接す場所は大丈夫やろうけどなっていう。溶接して最後バリ取りする。OK です。でその間俺切り置こうかそれを。あ、なるほど。でこうなって。いいね、いいね。これがこうなるか。で、これがこうつくとね。はい、どんくらいの長さいるかな。こんなもんやね。一旦どっちかが押さえとって点でつけてもらった方がしやすかったかな。ね、全部点でつけてね。なるほどなるほど。なるほどなるほどなるほどね。急ぎすぎてちょっと。じゃあ私はこれ切り置きますね。はい。おい。そう、どこまで。あとなんかそういえばあともう一個あった。転倒防止にね。これをここにこうつけようかなと思って。ああ、なるほどね。横に倒れんかったね。足をつけて。おい、なるほどって言うたわって言うてくれ。これもう次の作業。それは申し訳なかった。お揃いのなんかゴーグルつけて。中田のうろちょろうろちょろ。なんかあの、あの黄色いあれ何け、タートルミニオンズやろ、ミニオン。黄色いあれでよ、分かったな。この間小玉さんが言いよったなと。違う、俺が言うたミニオン。穴ほげた。うわ、下手っぴ。穴ほげたっす。あ、ここも穴ほげた。よし、針止めは OK ですね。すごい。見つかったもんね。やりすぎた。結構サーッといかんばんで穴掘れた。またいい感じ。よっしゃ、またいい感じ、いい感じ。お、上手上手、また上手上手上手、下手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 。あ、全然隙よらん。ここ隙間難しいんだ。あとちょっと、ういー、しまった。お、ナイス。うん、
よし、オッケー。ペイントかけられた、はい、今。よし、埋まったって言ってパッてやったら、パチパチパチ。俺も見た。すいません。今、ペイントかけたね。よし、終わったーって言って、パチパチって言ってくれ。よし、終わったー、パチパチ。何センチって測ってくれ。でもさ、ギトムもどうせ俺切り口斜めやもん。目分量でいいと思うけどね。ナイス、上手。手は寄せつくこと。終わったら寄せる。はい、オッケーです。早いハイントかけんね。ハイントで言うた。オッケーオッケー。ナイス。はい、じゃあ塗装と。バトリーか。とバリ取りね、はい、そうですね。 あと足もつけようかな、一緒に。じゃあ、あとここに、よし、ついた。ナイス、ナイス。これで倒れんよ。おー、ナイス、上手。バリ取りは、はい、お願いします。バリバリに取っちゃってください。バリバリにバリバ取りたいね。最初にしてはいいんじゃない。いやいや、完璧よ。ナイス。溶接の部分もこっちも外した方がいいとかな。削った方が多分なんか穴開くかな。多分大丈夫です。今、はい、よし、オッケー。はい、じゃああとは色塗りのスペシャリストがやるか。3人で作ったスペシャリストに塗ってもらおう。てもらいます。これがアウトドア用品には見えないですね。今のところなんかわからんもん。芸術やろ。今のところね、これがまっすぐかどうか測る機械。はい、まっすぐ OK。 測れもせんやった。じゃああとは塗装のプロに任せよう。プロに任せましょう。また見て YouTube ショート。はい、ムネ君がよ、ツイッターに騙されて商品買いようや。俺は YouTube ショートに騙されて買った。何を買ったんですか。これがあると、うん、この角度調節までできる。これ、ほら、横でも上げる。こういうの、うん、なんか普通1個だけやけど、うん、2個あったらもうちょっと立てようとか、もうちょっと寝せようとか。確かに便利。ぼやった。ニッペさん、ニッペさんの日本ペイント待ってます。なんとは言わんけど待ってます。いろいろ塗ってほしいはずなんで。塗るとキャンプグッズっぽくなってきません。そうね。確かに。なんか物になる。うん、なんで。しかしさ、塗ったらわかるけど、溶接部分モリモリやね。すごいモリモリ。よし。オッケー。はい。ナイス。じゃあ乾き待ちですね。はい。じゃあ昼からいよいよ焼きですね。はい。はい、汚るけ果たさせたやろ。こんなこと。木はさ、わたってて騙してピカってしてさ、ヨコルトがバレたかな。白 T シャツ、白 T シャツで。ピグモンや、ピグモン。はい、完成したので、はい、火入れしてこの加工肉、お肉を。はい、焼いていきます。色つけたらめっちゃ綺麗 ね、 ですね。いい感じになった。一応ブロックか敷く、敷いたらいいかな。うん、なんか一回火がついたらずっとね、こっからこうやって、あー、なるほどね、うん、入れてったらいっぱい燃えるらしい。おー、とりあえずロケットストーブ、ストーブ、これさっき落ちとったなんか燃えやすそうなやつね。これで燃えてくれるかな。もうなんか上から熱がいっぱい出てますね。あ、すごいすごい、見てほら、どんどん吸い込まれていける、ね、すごいって吸い込まれていける、うん、すごいすごい。
まあ、でもその煙突効果よね、うん、これ多分ですね、これで、うん、ちょっと気がしけてたので、はい、空気送り込んでます。はい、すげえ火柱が上がり、だいぶね。でも本当木の燃えが良かったらこんぐらい多分やろうね、数手ブワーってなるとでしょうね。だって風はさ、煙突効果で中に入っていきよって、外に置いてた木材やけんちょっと湿気取ったことあるね、かもしれないですね。ちゃんとした薪場使えばあ、もう鉄板もチンチンなっと、もう熱いっすよ。焼こ焼こ、はい、焼きましょう。じゃあ焼こ焼こ、さらお肉、はい、焼いていきます。おーい、レジェンジェーだね、レジェンジェーって言うんだよ。いいね、いいね。やっぱ火がついてくると全然変わりますね。うん、あー、いい感じ、いい感じ。おー、うまそう。うまそう。うまそうね。ジャポネソース煮込んでる。これはもう、この間の加工肉？そうそうそう。マジで？うん、ジャポネソースかけます。はい。うえうえ、あ、でもめっちゃ熱いよ。熱いさ。木は悪くない。燃えてるビビるぐらい熱い。熱っ。すごいね。すごいですね。うわ、美味しそうな匂いでした。美味しそうやね。美味しそうな。なんか、1時間かからずでできましたよね。ね、すぐできた。あ、2、3箇所切って溶接するだけやけんね。だから溶接のハードルが高い気がしてたけど、いざやってみると簡単やったね。簡単ですね。案外すぐできた。じゃあ、はい、アウトドア焼肉いただきますか。はい、いただきます。パタ君が作った、ここが美味しいっちゃけどな、ほぼ油。じゃあ骨をこれ絡めておいて、いただきます。あ、うまい。この肉がうまいもん。うまい。うん。めちゃめちゃうまい。煙突パーティー。うん。煙突パーティー。ここの隙間から炎を引っ張る。いただきます。うん。うまい。めちゃおいしい。うまっ。うまい。まあ肉がうまいもんだこれ。うまい。ソースもうまいそれ。今回は半自動溶接機を買ったので練習も兼ねてロケットストーブ作ってみました。はい、ほぼ旗が一人で作ったね。うん、いや、作ってもらったけんですよ。あ、火もめっちゃ上がってきた。あ、ほてよ、うん、今一番いい感じよ。遅いってこんな感じで簡単にいつでも作れるんで、はい、できる方はやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、今回も山口工務店さんにお世話になって、山口工務店さんの住所か電話番号はこの辺に書いてありますので、何かをまっすぐ切るのに特化してるらしいです。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。